まだか。なら。無慈悲なるものか。使いどころはそんなになさそうだが、今はその力が役に立ちそうだ。問い、ユニークスキル、無慈悲なるものを使用しますか？ああ。ユニークスキル、無慈悲なるものにて、この場に生存する全ての人間の魂を刈り取りました。刻、進化条件、種の発芽に必要な養分、人間の魂を確認します。規定条件が満たされました。これより、ハーベストフェスティバルが開始されます。魔力感知にて生存者1名を確認。ハーベストフェスティバルは途中で停止不可能です。ランガー！俺を守って町まで連れ戻れ。その二人を捕虜にし。アンチマジックエリア、召喚魔法、悪魔召喚を発動。餌を用意してやったぞ。出てこい悪魔、俺の役に立ち上がれ。死んだふりをして隠れている奴が一人いる。そいつを生かして捕らえろ。大量の供物に初仕事、光栄の極みで少々張り切ってしまいそうです。今後ともお仕えしてもよろしいのでしょうか。まずは役に立つと証明してみせろ。行け。個体名リムルテンペストの魔王への進化、ハーベストフェスティバルが開始されます。リムル様、早く主を。刻、ハーベストフェスティバルが開始されました。身体組成が再構成され、種族スライムからデモンスライムへの超進化成功しました。マテリアルボディとスピリチュアルボディの変化が自在に可能となります。旧個体にて既得の各種スキルおよび耐性を再取得成功しました。無限再生、万能感知、魔王破棄、強化分身、万能子を覚醒、自然影響無効、状態異常無効、精神攻撃耐性、精魔攻撃耐性、以上で進化を完了します。ユニークスキル大賢者より世界の言葉へ請願。大賢者の進化を信じ、ユニークスキル H あるものが進化へ挑戦。失敗しました。ユニークスキル H あるものが移ろうものを生贄に、ハーベストフェスティバルのギフトを得て進化に挑戦。成功しました。グラトニーの進化を希求、無慈悲なるものを生贄に実行。ユニークスキルグラトニーはアルティメットスキルベルゼビュートに進化しました。あなたを拘束させていただきます。抵抗したければお好きにどうぞ。ほう、無視がわしの相手をしてくれるのかの。これは面白い冗談ですね。何が冗談なものかよ、たかがグレーターデーモンごときが。国益魔法ニュークリアカノン。今の魔法はなかなかお見事でしたね。オノーム来たれ、根源たる大地の上位精霊よ。この三すくみの関係から選択するならば、上位精霊を呼び出したのは正解です。若すぎます。ほらね、蓄積が足りない。バカな、精霊じゃぞ、上位精霊じゃぞ。魔法はもう結構。アンチマジックエリアじゃぞ。どうぞ物理的にお好きな攻撃をしてみてください。その金色の瞳、赤い瞳孔、この圧倒的な強さ、貴様もしかして原始者の。おや、博識ですね。なんという恐ろしい奴をこの世に解き放ちよったんじゃ。おや、もう終わりです。
では無事に初仕事を終えたことをマスター我が君に褒めていただくとしましょう。ラファエルの名において命ずる。ベルゼビュートよ、この結界内の全てのマスを食らい尽くせ。ただいま戻りました。我が君、本来ならば儀式の終わりまで待つべきでしょうが、どうも魂の完全なる再生には魔素量が足らぬようですが。生命力を消費し代用します。良き考えがございます。この者どもをお使いくださいませ。了、規定に必要な魔素量を補填可能、その案を承認します。失礼しました。規定の魔素量に達したことを確認しました。これより反魂の秘術を開始します。反魂の秘術成功確率は 3.14%、 しかしその数値はである。